それではここからは台湾在中の片倉芳美さんとつないでお話をご紹介していただきます台湾エクスプレスのコーナーですそれではただいま台湾とつながっております早速呼んでみましょう片倉芳美さんです片倉さんですどうもこんばんはこんばんはよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたしますさあそれでは片倉芳美さんをお迎えして台湾エクスプレス片倉さん今日はどのようなお話でしょうか はい、あの今日はです、ね、あの台湾の人、まあ、信仰の対象としているその医学の神様の話を、ね、ちょっととしたいと思い思ます台湾にはですねもともと、まあ、台湾、まあ、近代医学というかね、あの今回の,その新型コロナウイルスの前延なんかも見ていただくと分かるんですけど、非常に進化しているというか、進んでいるんですよ。うん ね、ところがこういったものを、こういったシステムや、ね、医療制度や、予防に関する、ね、公衆衛生っていうのがこう整備されたのは、日本統治時代なんですよね。はい、ねつまり、日本人が台湾を統治した1895年から1945年までの間に、その基礎が作られてで、戦後は台湾の人々がその、ね、日本人が整えたものを受け継いで、より発展させてきたっていうのが、正しい言い方なんですよ。ええ ではその日本統治時代の前ってどうなってたかっていうとこれがもうね非常にあの病気の多い疫病の多い土地だったんですよね、はいで。例えばこれ皆さん考えていただくと分かるんですけど台湾って南にありますよね。はい、そうするとあの日本とか日本はもちろん例えば北海道とかには絶対見られないような熱帯特有の病気があるわけですよ。はい、で当然これ日本人は知らないわけですよね。はい で、知らない状態で台湾に行って、やっぱこういった熱帯の病気、まあい、いわゆる、その、熱帯病にかかる人たちってすごくたくさんいたんですよね。はい。で、ところがこれをね、日本人はなんとかしなくちゃいけないってことでいろんな整備を整えていくわけなんですけど、これもちょっと考えていただくと、すぐにできる問題じゃないですよね、これってね。そうですよね。で、台湾の人々は、その、日本人が来る前っていうのはどういう状態だったかっていうと、 台湾ってもともと国家がなかったんですよね。はい。だから、こう、国家がない状態で、人々がこう村に勝手に、まあ、この一つのこう集落を作ってね、勝手にって言ってちょっと言い方が欲しいんですけど、自分たちで暮らしてたわけですよ。えー、そうすると公共財産みたいなのが生まれないですよね。はい。だから、病院なんかもないし、医学の研究なんかも進まなかったわけですよね。えー、で、そういう時はどうしてたかっていうと、人々は、 その神様にすがるしかなかったんですよ、はいね、でそこでこう医学の方面に強い人っていうのが神様となってあの祀られていくようになると、えー、で今日ちょっとお話したいのはそういう神様の一人で「補正大帝」っていう「補正大帝」っていうのは「保つ」という字に「生」と書いてね「補正」で「大帝」は大きい「帝」と書いて「補正、はい、大帝」っていうんですけど、はい、この人を祀るその保安宮って ねあの「保つに安全の愛と」と書いてそれで「お宮」と書いて「それでお宮と書いて保安宮」って名前の廟があるんですけど、はい、ここに祀られてるその補正大帝に手を合わせると、ええでまあ、いわゆる神頼みですよね。はいうん、でこういうものでしかその医療っていうかその疫病に対しての,この、まあ、向かい合い方ってなかったんですよね。ええ だから当然亡くなる人も多かったし平均寿命も短かったしで病気にかかったらもうそれは、ね、もう諦めるしかないみたいな状態だったわけですよ。はいね、ところがそういう状況の中でもあのこの補正大抵っていう人の力によってこう神様の力によって長生きをしたりですね病気が治ったりするっていうのもケースもちゃんとあって、あのー、これがすごく庶民信仰として定着してったわけですよね。 で今日私、先ほどちょっと行ってきたんですけど、台北、台北市内にもですね、この保安宮ってのがあって、まあ、200年以上の歴史を誇る場所なんですよ。ええ、で、やっぱり行くと、必ずこう、皆さん、参拝客がいて、手を合わせてるんですよね。はいうん、で、あのちょっとね、ちょっとこう面白いなと思ったのは、あの必ずしもこれ、本人じゃなくていいんですよね。あ,あのこうおすする人がそうなんですだから例えば あの病気で入院中で動けない人とかも当然いますよね,いいすよねその人たちのめにあの代わりの人がこうお参りに行くっていう習慣があるんですよ、はい、でその時にあのじゃあどういう,その、ね、こう約束事っていうかあのルールがあるかっていうとその人が着ている着物とか持ち物とかを持っていくんですよ、はい、でそれで手を合わせるんですね うん、だこの辺はだからすごく合理的なんですよ。何が何でも本人がガラなくちゃいけないってわけじゃなくてこうそういうねあのいけない人はいけない人なりのいろんなこう道があるというかそういうね信仰、あのー、があるんですよね。うん、で中にはね、あのー、この補正大抵まあ今までちょっと少なくなったんですけど昔はねよく、あのー、このお線香を炊きますよね。はいうん あの、お線香のその粉をお守りにして、ね、持ち帰ったりしてたんですよね。はい。で、今でもね、その、日本のお守りと発想は同じなんですけど、あの、台湾のその漁でよく見られるのは、その漁のその、ね、灰になったその、お線香を少しいただいて、それをこう、ちょっと小物に入れてね、それを持ち歩く。でそういうお守りは結構あったりするんですよね。うん うん、だこういうのはね結構似てるとも言えるし似てないと思いますよね。<laughs> はいうん、こういういいのはちょっと面白いですよねで今ねそのちょっとまた疫病の話になりますけどこう日本統治時代にね、はい、そのいろんなこの疫病を、あのーまあ、こうなんていうんですかねこう向かい合う時にですね、あのー、この病気っていうのはこう2種類向かい合い方とか対応の仕方があると思うんですよ。はい 当時1895年日本人が台湾にやってきた時にはまだ治療ができなかったんですよね。えー、なんて言っても知らないですからね、はい、その病気の実態を知らないでもちろん治療法もないから治すことができないでその時にもう一つこう、ね、医学っていうものを2つに分けるとしたらこの予防と治療って分かれると思うんですよ。はい、でまず日本人はその予防の方から始めたんですよね。えー だからこの上下水道を整備したり衛生教育っていうものをね徹底したりいろんなねそのこの取り組みを始めるわけですよ。はい、で台湾の人々が徐々にその衛生観念ってものを育ち始めてでそれからあの同時進行で治療の方法をまあ見つけてったわけですよね。うん、ですからこ熱帯病理学っていうのはもう本当に、うん、あに台湾で。 台湾の土地で日本人がまあ手をつけた新しいジャンルだったわけですよね。はい。うん、で例えばこれ日本人の歴史の中でねちょっといろんな話がこれ衛生管理とかこう熱帯病理学に関していろんなエピソードがあるんですけど、例えばそのまあ日本統治が始まった1895年の翌年1896年にあのもう 早速こう日本の,その専門家たちが対応にやってきてきるんですよ、はい、でペストとかねコレラとかこういったものの研究を始めるんですけどやっぱり何人もその研究する過程でね感染して亡くなってるんですよね。うんうん、でそういったこう命を落としてしまう人たちっていうのも本当にあのたくさんいた,いたんですよね。うん うんまあ、こういうのもねちょっと歴史の中の、ね、事実としてちょっとこうあの知っておかなくちゃいけないことかなと思いますよねだから今回、ね、新型コロナウイルスのことでいろいろね、うん、その台湾の海応がすごいうまあ、上手くやってるということで話題になってますけども例えばこう、これを見方を変えるとねあの日本統治時代にその整備していった衛生事情っていうものを、まあ、日本が戦争に負けて日本に戻っちゃうわけですよね。はい でその時にじゃあ誰がそれを継続したのかっていうとこれまあ言うまでもなくね日本人が去った後にそのまあ残された台湾の人々がそれを温めてより発展させ,させていったわけですよ。はいね、だからそういったものがつながってるってこともねこれは日本がいいとか悪いとかそういうことじゃなくてねやっぱりこう。 日本と台湾が共に暮らしていた時代に何があったのかということを、ねあのまあ、冷静にかつ客観的にこう見ていくってことはね非常に重要じゃないかなと思いますよねそうですね、えーうん、今週の台湾エクスプレス、片岡さんにお話をご紹介していただきましたん新型コロナウイルスに関してはもう台湾はかなり落ち着いた状況なんですか、今はそうですねかなり落ち着いてるんですけど、まあ、こういう性格のものなんでねあのもう安心とかそういうふうにはちょっと言えないですよね。 あとやっぱりねちょっともうかなり台湾は落ち着いてきちゃってるんで、結構みんなね、その警戒心が緩んでるんですよ、逆に、はい。え、ね、ちょっと心配ではありますよね。え、これ、はい。はい、あどうぞどうぞ。あうんまあ、だからね、まあ、これからの状況もちょっとこう見てからしゃいけないですけども、あのーまあのま早く収束すること祈るばかりですね。はい えー、今週の台湾エクスプレス台湾とつないで、えー、お話をご紹介していただきました台湾在住の片倉芳美さんでした片倉さんどうもありがとうございましたはいありがとうございました